江戸六地蔵は、法営から京方年間にかけて、江戸市中の六箇所に増留された銅像地蔵菩薩座像である。江戸深川の地蔵を証言が、法営三年に発願し、江戸市中から広く寄進者を得て、江戸の出入り口六箇所に、上六の地蔵菩薩座像を増留した。病気兵舎を地蔵菩薩に祈願したところ無事治癒したため、京都の六地蔵に習って増留したものである。中蔵は、 神田鍋町の妹氏、大田春光森藤原正則により、造行はいずれも270センチメートル前後である。造竜時には、土金が施されていたが、現在では、金箔の痕跡をわずかに残すだけとなっている。それぞれの像内には、小型の銅像地蔵菩薩座像や寄進者名簿などが収められていた。また、像や連帯には寄進者の名前が刻まれており、 寄進者は合計すると7万2000名を超える。江東区永大寺の第6番は富岡八幡宮の2の鳥居付近にあったが、明治元年の神仏分離令による廃仏希釈により旧永大寺が廃寺になり取り壊された。現存する第1番から第5番までは全て東京都指定有形文化財に指定されている。第6番の大仏が上野の上妙院に祀られている。 上妙院が江戸六地蔵を名乗っていることについては他の札書でも賛否両論あるらしい。ありがとうございます。